で、今回はこのチョロ Q みたいな感じになるんですが、江ノ電の、電車ですね。ほんで、ここにネジが、ゼンマイがありまして、このゼンマイを回すことによってこれが動く仕組みになってるんですね。で、今はこれ多分走られてないから、昭和35年ぐらいかそこいらの時代に走ってたんじゃないかと思います。まあ、ちなみに江ノ電っていうのは、なんであんなに線路がくねくねしてるのか。あるいは、まあ、江ノ島の電車だけじゃなくて、まあ、そうですね、名古屋から富士山行く間のその急カーブね、とか、あとは東京のね、駅にしても、なんであんなにくねくねしてるのかっていうと、まあ、一つは、東京の線路がくねくねしたりするのは、一旦そのね、衛星写真とかで見ると、平らのように見えるんですよ。ところが平らのように見えるんだけど、山手線とか、まあ、ああいうのが走ってるところの地域ですね。あそこは非常にその、わずかなんだけど、段差があってボコボコしてるらしいんですよね。で、ボコボコしてる上に、そこに家が密集とか建物が密集してるから、まあ、そういう中に線路を敷くとなると、まあ、そこに住んでる人たちの許可も取らなきゃいけないし、で、同時に、ほら、当時は今みたいに、こう、電車っていうより、どっちかというと、蒸気機関車だから、石炭を上げて走るわけですよ。で、そうすると、石炭を上げて走るってことは、まあ、洗濯物を干してたりしたら、あっという間に真っ黒になっちゃうわけね。だから、せっかく洗ったね。で、当時、ほら、の時代は洗濯機なんてものがないから、ね、みんな手もみ洗いでね、苦労して洗濯してたから、せっかく苦労して洗った洗濯が干してたら、すぐ真っ黒く、汽車が通っただけで黒くなっちゃうじゃないのと。そしたらまた洗わなきゃいけないじゃないかと。そういう問題があって、で、それで線路に電車が通るってことに反対してた人も多かったらしいんですね。で、そういう中で何とかその許可を受けたところだけ線路を作って、その時にまあくねくね曲がってるって説と、あとは江戸城には皇居があるじゃないですか。でっかいお城がね、江戸城っていうね。で、その皇居の土地もほらかなり広いから、で、それをこう邪魔にならないようにするため、あともう一つはそのボコボコしてるから、その山がちょっとこう段差になってるんだけど、それが多かったらしいんですね。で、そうすると、その斜面を、まあ、山っつっても高い山じゃないんだけど、その、まあ、低い山っつうのかな、そういったところをこう削らなきゃいけない。そうすると、まあ、これが土木技術者の人にとっても、国に人にとっても、それをいちいち削って作ってたりなんかしてたら、まあ、莫大な金がかかるわけですよ。何しろ削るだけでね、何百万とかってお金がかかってくるんだろうから、それを、その何、まあ、東京のあちこち行って、まあ、しかも当時の時代はショベルカーなんてものがないからね、もう掘って、それで手で、まあ、掘ったり、なんか手で掘ってたわけじゃないけど、まあ、人間が一つ一つこう掘り起こしていかなきゃいけないっていうところからもあるし、かなり労働力もいるだろうし、人材もね、かなりかかってくるだろうし、で、そういった問題があって、じゃあそれを掘り返すと、またそこに線路を作り、また掘って線路を作りと。そんなことやってたらすごい莫大な金がかかると。で、そういった条件なんかが重なって、で、線路がくね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 曲がってるって話らしいんですね。で、あとはその名古屋から静岡の、ほら、なんつう、山梨通っていく、その急激なカーブがあるんでしょ。あれも、まあ、隣が富士山っていうでかい山があると。で、そこにもやっぱりいくつかの山があって、で、すぐ海岸が面してるから、非常にその、作るのに、線路を作るのに困難だったらしいんですね。まあ、で、あいにく、まあまあ、よく家があんまり建ってなかったんだけど、ただ、その間が非常に狭いから、それをどうやって作るかって言ったら、どうしても海岸寄りの方に作らなきゃいけないと。で、そこに、まあ、トンネルを掘ったりとか、まあ、急カーブみたいになっちゃうと。急カーブみたいじゃない、急カーブになっちゃうと。で、それを作ってたのね。だから、それを新幹線があれをブーって200キロ、300キロぐらいで走っていくんだから、すごいですよね。当時、新幹線を作ろうって言ったら、もうすごい企画だったらしい、苦労したらしいですね。あれで、だって、下手したらあんなスピードらしいったら、脱線しちゃうからね。で、それを脱線しないで、あのカーブをどうやって越えていくんだということで、非常に一大プロジェクトだったらしいですよね。あとは、その、まあ、江ノ電に言うと、やっぱり同じようなもんで、まあ、江ノ電の場合はね、汽車じゃないけども、
まあ、当時電車を走らせるっていうことに対しての抵抗感っていうのがあった人たちもいたし、まあそういうわけで土地のなかなか許しがもらえなかったっていうのもあった。で、なんとか許しを終えてんだけど、やはりその、まあ、江ノ島っていうのはほら宮本頼朝が鎌倉幕府を開いたところじゃないですか。そうするとまあ土地なんかも非常に限られてるんですね。で、そこもやっぱりちょっとこう後ろの方にちょっと海岸沿いがあって、その海岸沿いから後ろにちょっとこう山になってるところがあるから、まあそこをどうやって切り開いていくか。で、その中をこう、しかもそこにわずかな土地の面積に家が密集し、都会だから密集してるもんだから、家とか会社が密集してるもんだから、じゃあそれをどうやって、作っていくかってなった時に、どうしてもそういう面で、そのくね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 曲がった線路になっちゃうらしいんですね。で、それを巧みに微妙にこうくねくねの動向を変えていきながらこう作っていったらしいんですよ。だからまあ特に江ノ電の場合は家の建物とか、あるいはその庭がありますよね。で、その間をギリギリのところで走ってくるらしいですね。だから建物の家の壁の間をギリギリ線路があって、そこをギリギリ電車が通過していく。だからもう要するに、まあなんていうの、枝なんかが生えてくるもんだったら、木の枝なんかが太くなってこようもんだったら、もう枝にぶつかって進めなくなっちゃうというね。だからそういうこともあるから、だから特に今でもそうなんだけど、江ノ電のどこではそういうわけで、まあそこのうちの許可を取ってね、枝の伐採とかをやる専門の、まあそういう職人さんみたいな人がいて、でその人がその枝をちょくちょく切ってるらしいですね。まあ、そういう苦労がある。まあ、それだけやっぱり江ノ電というのは非常に土地が密集してて、非常に狭いとこ走ってるもんだから、もう家の壁ギリギリだし、下手したら人の庭に入っちゃうんじゃないかってぐらい、非常にその庭との間もギリギリの間を通っていくんですね。ですから、まあ、ある江ノ電の有名な肉屋があるらしいんだけど、そこの肉屋の肉屋を出ると、もうすぐ目の前に線路があって、そこを電車が通過していくっていうね、危ねえだろうっていうツッコミがあるけど、まあそういうのがね。だから特に、まあ、ああいう江の島とかに住んでる子供なんかはやっぱ気をつけた、まあ気をつけたらいいと思うんだけどね、うっかりしてると電車に離れちゃうなんてこともありえなくはないからね。だからああいう子たちなんかやっぱり気をつけて遊ばないと非常に危ないですよね。何しろ家の間ギリギリ線路が走って通ってくるわけですからね。まあ電車好きの人にとってはね、まあ、そこから電車がギリギリの間通ってくるわけだから、まあ、そのスリル満点たらもう面白みがあるんだろうけどね。私もまあ旅行に行った時、江ノ電というのを乗りましてね、家族で乗って行ったことありますけど、なかなか良かったな。海の景色も良かったし、そこの間をこう江ノ電がこう家とかって会社の建物の間のわずかなところをこう走っていくわけですね。危ねえなと思ったけど、まあ、そういうところをこう走っていって、でこのレトロなね、もう古い形のねやつでね、もういやいいなと思ったね。もう一度やっぱり江ノ電はやっぱり乗ってみて、こうちょっとぶらり旅じゃないけどね、旅をしてみたいななんていうふうに思ったりする、まあそういう気持ちを起こさせてくれる非常に素晴らしい乗り物があるかなと思いますね。どうもありがとうございました。